神戸市中央区で女性が中国語を話す3人組の女に息子が死ぬなどと言われ、財産を清めるという名目で現金340万円を盗まれました。今月15日、神戸市中央区の元町商店街で43歳の女性が中国語を話すいずれも40代の3人組の女に息子が交通事故で死ぬ、 財産を清める必要があるなどと声をかけられました女性は現金およそ340万円を用意した後南京町で相手の指示通り現金や貴金属を黒いビニール袋に入れて手渡し目をつぶってお払いを受けたところ袋の中身をすり替えられていたということです神戸市内では今年4月にも3人組の女が除霊をするなどと声をかけ 現金や貴金属を奪う事件が発生していて、県警が関連を調べています。